福島50は、2020年3月6日に、公開された日本映画。角田隆史少女の書籍、死の淵を見た男、吉田正夫と福島第一原発を原作に、東北地方太平洋沖地震に伴う福島第一原子力発電所事故発生時に発電所に止まって、対応業務に従事した約50名の作業員たち、通称、福島50の戦いを描く物語。 監督は若松哲郎、主演は佐藤光一と渡辺健。新作の日本映画の中では初めてドルビービジョン、ドルビーアトモスを用いた制作作業を日本国内で完結した。ドルビーシネマでも上映された。劇中に登場する政治家や関係者は役職名として登場するだけで、モデルとなっている人物の実名では登場しない。また、 電力会社の名前も、東都電力に変えられている。なお、東作品に、東京電力が協力したという発表はない。2011年3月11日午後2時46分、マグニチュード9.0、最大震度7という日本の観測史上最大となる地震が発生し、巨大津波が福島第一原子力発電所を襲った。津波による浸水で全電源を喪失して、 ステーションブラックアウトとなり、冷却不能の状況に陥った原子炉は、このままではメルトダウンにより想像を絶する被害がもたらされることは明らかだった。1.2号機当直長イ崎ら現場作業員は、原発内に残り原子炉制御に奔走する。全体式を統括する、吉田所長は部下たちを鼓舞する一方、状況を把握しきれていない本店や首相官邸に、対し怒りをあらわにする。 しかし、現場の努力も虚しく事態は悪化の一途をたどり、近隣の人々は避難を余儀なくされる。首相官邸が試算したこの事故による最悪のシナリオでは、被害範囲は半径2 5 0トル避難対象人口は約5000万人にも及び、それは東日本の壊滅を意味する。現場に残された唯一の手段はベントで、 未だかつて世界で実施されたことのない、この手段は作業員が体一つで原子炉内に突入して行う手作業が要求される。外部と遮断され何の情報も入らない中、ついに作戦は始まる。復興五輪と銘打たれた2020年東京オリンピックパラリンピックの開催を控え、今一度震災の記憶と向き合い、復興への思いを新たにする作品を世に問う。 それこそが映画人の使命であるとして、東日本大震災における福島第一原発事故を描いた本作が制作された。撮影は実際の現場を再現した巨大セットを用いて、2018年11月から2019年4月にかけて行われた。原子力発電所以外の描写についてもリアリティを追求し、友達作戦を再現したシーンでは、 在日米軍横田基地にて撮影が行われた。米国大使館関係者の協力を得て、前例のないアメリカ国防総省への撮影申請を行い、粘り強い交渉を経て撮影が実現。作戦会議の場面では施設内の作戦会議室を用いて東北支援へ発信する場面では、米軍のヘリコプター UH-1 を実際に飛行させて撮影が行われ、 また基地内で募集した本物の米兵が多数、エキストラとして出演している。本作には在日米軍が撮影に協力しているが、これは日本の映画史上初の試みである。さらに陸上自衛隊の協力のもと、総理大臣が福島第一原発を緊急訪問した場面では、用に移動用の輸送ヘリコプター ES-225LP、スーパーピューマを用いて、 空から原子炉建屋へ放水を行った場面では、大型輸送用ヘリコプター CH-47 を用いて撮影が行われ、放水シーンでは、実際に作戦に従事した隊員らの協力により、被爆を防ぐためのアクリル板や装備などが、機体内部に忠実に再現されている。キネマ順法社が運営するキネの手のキネシュンレビューでは、3人のレビュアーが、 全員欲しいつつ中一つの最低評価としている。デビュアーのうち、映画評論家の川口厚子は、戦後に本への道をなぞり、迷いなく美化するような展開に呆然とした、佐野徹は、この作品は、検証や、哀悼や連帯ではなく、動揺や、怒りや対立を呼び起こす。福間賢治は、自然を甘く見ていたというだけの結論。何を隠蔽したいのか。若松監督、 承知の上の職人仕事かと、揃って厳しいコメントをつけた。評論家、編集者の中川うかいは、事故の事象は事実に即しているが、総理大臣の描き方は、意図的に事実を愛曲あるいは無視しており、なぜ、吉田所長と同程度に描かなかったのかと疑問を呈している。作中では、総理が現地へ行くことになったので、弁当が遅れ。 被害が拡大したというストーリーに仕立てているが、何種類も出た事故調査委員会の報告書で否定されており、東電側に不備があった事実が抜け落ちている。どんな事故だったのかを知るために、多くの人に見てもらいたいとも思うだけに、政治的な事実の加工が残念でならないと批判している。当時の首相だった菅直人自身は、本作に関して、周囲の人は描き方が、 ギガ的だとかいろいろ言ってくれるんですが、そんなに、ひどいとは感じていません。劇映画ですしねと語り、事実と微妙に違う点はいくつかあるが非常に事故の、リアリティがよく出ている映画だと、好意的に評価している。科学ジャーナリストの添田隆は、東電本店の技術者たちは2008年に、福島第一でも津波対策は、不可避と結論づけていたにもかかわらず、 幹部は対策を2016年まで先送りすると決めたが、その意思決定の中心にいたのは当時東自動電本店の原子力設備管理部長を務めていた吉田所長だった。各種報告書でも推察できるように実際は想定外の打つ派ではなく、日本原電や東北電力と同じ程度に津波対応を進めていれば避けられた事故だったにも、かかわらず、 作中ではまるで人間の想定を超えた事態だったと描かれており、東電の責任から目を背け、事故の本当の姿を現場の美談で隠してしまったと批判している。映画文筆家の蔵藤達也は、長所も短所もある映画で、全面的な肯定も否定もしたくないが、その病室の長短を冷静に見極めた上で、福島原発事故という未曽有の大事件に目を向ければ、 この映画の存在価値も見出せるのではないか。パニック映画として見るとスリリングな展開で、オールスターキャストで華やかに映画映えしている。だが、作業員らの決死の行動がまるで戦時中の特攻隊を彷彿させることは疑問だし、事故の原因に大自然の猛威以上の重大要素があるのではという問いにも答えていない。見る。 側の意識を啓蒙させてくれる真のエンターテインメントになりうる資格を持ちながら放棄してしまっているのが残念だと評価している。本作の公開当時は新型コロナウイルス感染症の流行拡大と緊急事態宣言の発令によって多くの映画館が休業したことから4月17日から5月14日まで 期間限定の有料ストリーミング配信として1900円でレンタル配信を行った。ブルーレイ版と DVD 版が2020年11月6日に角川より発売され10月16日にエトゥバードの配信を開始した。テレビ初放送は2021年1月30日20時からワウワウシネマで放送された。2021年3月12日日本テレビ系 金曜ロードショーにて地上波発放送。放送日は東日本大震災が発生してから10年の節目を迎えた翌日の放送となる。いずれも福島第一原発事故をテーマにしている。ありがとうございます。